まあ、思想だったりとか何か弾いてって言われた時に誰でもできてしかもかっこいいスラップフレーズを一つね、まあ、解説していきたいと思います。思想フレーズでスラップっていうとちょっとねそれを許さないアンチの方もいらっしゃると思うんで、まあ、あんまりね思想では使ってほしくないんですけれども、まあ、何か弾いてって言われた時に、簡単にできてね派手なフレーズっていうのはね一つでもあるとね、まあ、結構楽なんでね今回はぜひね一つフレーズを学んでいってください。まだ低音研究部に入部してない方はチャンネル登録のボタンを忘れずに押して帰ってください。神戸大阪でレッスンもやってますので興味のある方は概要欄の Gメールアドレスの方から連絡ください。それでは早速いってみよう。インスタで再生回数取れた、スラップのフレーズなんですけれども、紐を解いてみるとめちゃめちゃ簡単です。早速ねちょっとゆっくり演奏していきたいんですけれども、まずフレーズは2つです。でその1つ目がフレーズなんですね。言ってもらったら分かるんですけれども、5放送の後ばっかりです。まずは4弦の開放弦、まあ、こんな感じで、サムプルサムプルって入っていくんですけれども、その難しいポイントがちょっとあるとすると、まずはサムの2連打が入ってきます。こういうところですね、まあ、こんな感じ。この2連打が少し難しいかもしれないですね、まあ、極力腕の力を抜いてこの回転を使ってね手を伸ばすときに手首がこうなったりとか、まあ、こうなったりとかしないように手首はまっすぐで首をまっすぐにした方までこういう回転を使って腕の力を抜いてやってもらうと、まあ、2連打もねできるんじゃないかなと思います。次はハンマリングのところなんですけれども、これは2弦の5フレットから7フレットにハンマリング、まず1回目は普通にプルで5その後プルからのハンマリング、まあ、こんな感じです、まあ、ここはね、まあ、よくあるフレーズかなと思います。その次なんですけれども、このフレーズ、これ結構僕手癖なんですけれども、あんまり使ってるしなくて、まあ、これどういうフレーズかっていうと、1弦の7フレットをプル、次2弦の9フレットをサムではなくて9フレットに弦をまたいでハンマリングするというフレーズなんですね。またいでハンマリングした後にサムもう一発、結構ね、なんか使いやすいんですよ、僕。あんまり使ってる人いないんでね。僕の手癖ということなんでね。もしよかったらね、ちょっと真似してみてください。で、これを一通りやってみると。で、次、4回目。ここがちょっとフィルが入ります。まあ、こんな感じです。これ何かっていうと、簡単に言うとペンタトニックスケールちょっと上がっただけなんですよ。でそれを紐解いてみると、ハンマリングを繰り返してペンタトニックスケールをなぞってるっていうね、まあ、そういった感じだけのフレーズです。まあこんな感じです。まあプリングは使わないです、ハンマリングだけなんで、ちょっと速いハンマリングになっちゃうんですけれども、速いハンマリングができると、まあ難しくないかなっていう感じですね。難しくないけど、ちょっとこの辺を演奏しててピュッてこっちに行くだけでも、なんかこいつかっこいい音したいなってなっちゃうんですよね。まあ音で聞くっていうよりかは、みんな結構ね目で見てね、うまいか下手かって判断してたりするんで、こういう簡単だけど難しそうなことを1個入れるだけでもね、おっってなったりするんでね、まあ、ぜひね真似してみてください。はい、今回は、誰でも弾ける超簡単で派手な、スラップフレーズを一つ、まあ、紹介させていただきました。スラップってね、まあ、工夫の仕方によってはめっちゃ簡単やのにめっちゃかっこよくてめっちゃ派手やんみたいなの作れるんでね、まあ、ぜひね今日みたいなフレーズでちょっと応用してもらったりとかして、なんかバリエーションを増やしてもらったらいいかなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。各 SNS 毎日更新してますので、よかったらフォローの方よろしくお願いします。この動画がいいと思いましたらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様です。